はい、どうも皆さん、お疲れ様です。今回ですけども、金田投手使っていこうかなと思っております。しょっぱな打たれです。ということでね、やっていくんですけども、やっぱりね、ストレート頑張りされたりとか、大きいカーブ待たれたりとか、まあどっちかに張ってれば、まあまあまあ打てなくはないかなという投手ではあるんですけども、やっぱりね、超高速フェードとかだと、その見極めってね、やっぱり上級者にしかできないと思うので、そこら辺をね、加味しても、まあかなり強い投手にはなっておりますんで、ぜひね、皆さん持ってる方はね、育成ちょっと悩んでるなって方は、ぜひ育成してみて使ってみていただければと思います。かなりね、刺さると思うので、ぜひ皆さん使ってみてください。ありがとうございました。はい、どうも皆さん、お疲れ様です。今回ですけども、金田投手使っていこうかなと思っております。しょっぱな打たれてくということでね、やっていくんですけども、やっぱりね、ストレート頑張りされたりとか、大きいカーブ待たれたりとか、まあどっちかに張ってれば、まあまあまあ、打てなくはない。